BS ヒーローズとは、抽選で選ばれた出演者にお渡しする出演料で指定機種を実践取材してもらい、パチンコパチスロの楽しさを読者に伝えていただく企画だ。地球のみんな、おはよう。というわけで、出ちゃう編集部の非現実でございます。本日2月25日は、全日本 PS ヒーローズの取材日。そして今回の実践店は、先月に引き続きジャンジャン高島平駅前店さんとなっております。今回はですね、出ちゃう指定機種の方は大人気パチスロ鉄拳セカンドと、そしてそんなパチスロ鉄拳セカンドの楽しさを伝えてくれる今回のヒーローは超適任のこの方です。どうも。今回のヒーロー、はい、デビルたけしさんでございます。はい、デビルたけしっていうからには相当鉄拳が好きなんでしょっていう。好きですね。好きなんだよね。はい、なんと今現在までに鉄拳を打ち込んだゲーム数が6万ゲームぐらいです、ね、6万ゲームですよ。まだ導入から1ヶ月ちょい、そんなもんですかね。で、6万ゲーム打ってるアホだれですから、はいはい、相当鉄拳に自信があると、はい、その自信から生まれたのが今回の2つの公約です。デビルラッシュ、デビルラッシュ1つ目、まずはいデビルラッシュに入れます。デビルラッシュぶち込みます。はい、で2つ目の公約は5000枚オーバーを、5000枚オーバーを叩き出しますと、はい、結構難しいこの2つの公約。そうですね、なんとですね、両方達成できなかった場合は罰を与えてもよろしいと、はい、でその罰を今ここで発表します。さあどうぞ。視聴者の方々に何か素敵なプレゼントを与えたいと思います。与えたい、上から目線ですからもう。、はい、というわけでですね、今言った2つの公約両方守れなかった場合は、最後に残ったメダルで景品出して何、はい、かいいものを皆様にプレゼントしますと、はい、でそのプレゼントの方はまあ何かまだ決めてないけどね、何枚取ったかにもよるからね、はい、というわけでそちらの方もお楽しみに。はい、デビルラッシュ5000万は両方結構きついけどいけんの。大丈夫です。よーし、じゃあその勢いでいくぞ。いきましょう。というわけでたった今、開店時刻の10時を迎えました。こちら鉄拳セカンドコーナーもちろんの満台でございます。デビルたけし君、本日こちら鉄拳セカンド、はい、買い選びの理由をお願いします。まあ、前日があまりよろしくないので上げ設定を狙って。
乗せてよ。
リカシーズン。というわけで、ただいまの時刻は午後1時を回ったところでございます。デビルのたけちゃん、はい、現在の総ゲーム数は2000ゲームです。2000ゲームと、ちょうど2000。そしてじゃあちょっと設定成績要素を確認していきましょうか。はい、弱チリとスイカの合成で何か引いた38回ということはただいまの弱チーズスイカの合算確率、でだーん、52.6分の1。まあ、言わずもがなの。はい、はい、あとボーナスどうだっけ。特定ボーナスは、今のところボーナスは7回いってるのか。うちビッグ6の化け1、はい、で設定差があるとこがスイカ重複の移植ビッグのみと1回。そうですね、2000分の1。はい、ちょっと展開的に危ねえけども、はい、本日ですね、じゃんじゃん、高島平駅前店さんの鉄拳コーナー、あの万代で今大移動できませんので、ここはもう今まで鉄拳を散々打ってきたこれ引きで。そうですね。よし、もうあとは引きで頑張るぞ。入れます。よし、ちょっと待て、たけちゃん。はい、じゃあ俺はお前に必殺アイテムやる。はい、でヒゲンジンのヒゲ、一番長いやつ来た、ほらこれを財布に入れると引きが良くなるという噂がありますので。わかりました。じゃあぜひ今日デチャガも来てるしね。はい、そしてヒゲンジンのヒゲ、はい、これを財布に入れる。はい、よーし、行け、行くのだー、デビルたけし。わかりました、走れ。そうじゃ、ジンジンシャー、
3回目の掛け合わせに飛び出しました。はい、3本目の正直に有名だから頑張んだよ。どうしたか、これは素敵じゃないですか。この大丈夫だろ、
ジオチャンネI'm gonna go to bed.
前だな、その5枚。
ゾウちゃんね、頼むね。ただいま18時を超えたところでございますと、はい、ただいま2台目の方がですね、まあ、大体1500600ぐらいですかね。そうですね、はい、まあ、各種数値の方はそんなにね芳しくない数値なんですが、はい、まあ、誰の効果なのか誰のおかげなのか
私が挙げたこのヒゲの効力があってか、ね、デビルラッシュにも入り、はいはい、まあある程度出玉がつきましたと。そうですね。現時点ではちょい負けです、はい、デビルラッシュに入ったんで公約は一つ達成しました、はい、この後続けるか続けないかはデビルたけし次第。さあどうする。やめたいところなんですけど、おもう一回強チャンス目かボーナスを引くまで。そうだよな、だって公約は2つあってさ、はい、1個達成したよ、だけどもう1個5000枚出すっていうのがまだな、そうです、達成してないから、本当はなんか他にちょっと良さげな台あるからそこに移れては続けてもいいんだけどな。そうなんですけど、本日あのジャンジャン高島平駅前店さん、はい、鉄拳セカンドコーナーの稼働がクソみたいにすごいんですよ、はい、なのでちょっとですね台乗るのが難しいから、最後にもう1チャンス、ラストチャンス、強チャンス目を引くかボーナスを引く、はい、それまで打つと。はい、わかりました。じゃあラストチャレンジに行きましょう。行きましょう。なぜか調子がいいってやるんですけど、じゃあこの後の最後のチャレンジ、このまま勝負しろと言ってください。頑張れ勝負じゃ。チャンスボタンだ。というわけで本日最後のボーナスでございますね。強チェプラス移植ビッグ、はい、もう、ね、あの後はやめとき自由でいい。やめてもいいな。ハンドラウンドしましょう。ハンドラウンド。3ゲーム。4ゲーム。5。今の時刻は7時15分というわけで実戦の方が終了となりました。お疲れ様です。お疲れ様です。18時の時点で、はい、辞めるか辞めないかうじうじ悩んでた男、そうなんですけど、ね、結果あの決断したのが、はい、ボーナスを1回引くか強チャンスを1回引くまで打ちましょうと、はい、そうですね。その結果どうなったか言ったら、もうすぐにすぐに入ってそのビッグを強チャンス目を引き、そう、合格チックなところで強チャンス目引き、その強チャンス目がどうなったの。 ART 入っちゃった。入っちゃいまして、はい、どうなった。プラスの方に、はい、なんと18時の時点でちょい負けだったのに、はい、そこからの決断でなんとプラスの、はい、プラス域まで
はい、3倍がプラス駅まで行ってしまいましたね。入っちゃいました。いやこれだからバチスラはやめられませんね。やめられない。楽しかった？楽しかったです。まあでもですね、はい、朝一に行った2つの公約、そうです、1つがデビルラッシュによる、はい、こちら達成しました。達成しました。もう一つ5000マイナス、はい、こちらの方がちょっと達成できませんでしたからね、はい、はい、というわけで初めの公約通り、はい、今見ている視聴者の方に、はい、デビルたけしから、はい、何かこう今日の枚数で取った景品をプレゼントしますので、はい、どんな景品が来るかは今日の実践の結果報告ページ出ちゃうウェブサイトの方で確認くださいと。すごいもん出してくれるんでしょう、はい、そうですね。それはそうだ。お楽しみに。お楽しみに、はい、というわけでじゃあ最後にカメラに向かって本日の実践の感想をお願いします。いや今まで散々鉄拳の方打ってきたんですけども、まあ、今まで味わえなかった楽しみを今日また改めて発見しちゃった発見しちゃったので、やっぱり鉄拳はやめられないです。これからも打ちます。なんでか初めてだいぶキャラが変わりましたけども、はい、デビルたけしが覚醒したところで本日はさよならとなります、はい、それではまた次回お会いしましょう。